皆さんこんにちはレクセン人講師の横溝ですさて10月の29日なんですが久しぶりにですね、えー、札幌本校の方に、えー、お邪魔しようと思います10月29日何しに行くかと言いますとまあ今年の本試験ですね11月12日に迫ってるわけですけれどもその本試験において 最終的にしっかり確認しておきたい法令科目の重要論点を潰していきましょうというですねこのズバリストライク講座法令編と言われるものですね今年からは法令編と一般知識編に分かれましたので一般知識編は札幌本校さんにもですね渋谷駅前本校から11月の11日本試験前の日に同時中継でお届けするという形になるんですけれどその前に 法令編の方をですね、生講義でぜひ、えー、やらせていただきたいということで今回、えー、お邪魔することになりました。まあなかなか普段お会いする機会がないと思いますのでね、札幌その頃寒いですかね、どうなんでしょうね、あのー、あなたは飛行機に乗れなかったんじゃないかと、いうようなあことをね、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。安心してください。飛行機には乗りません。新幹線で行きますから。 えー、北海道新幹線で行ってですねまあ,あ合計8時間ぐらいかけて、えー、札幌に行くというような今の時代そんなあの時間をかけて行かせていただきますのでまああの前の日から行ってね、えー、そして10月29日朝10時から12時半までという形になりますがまあ 終わった後おある程度ね皆さんと1時間ぐらいいろいろとお話ができるような時間も設けたいなと思いましてですね、えー、2時間半のお今回は講義ということにさせていただきましたあそして今回ね札幌本校で、えー、参加していただいた方にはですね例年渋谷駅前本校のズバリストライク講座に参加した方にしかお配りしていないあの伝説の 合格鉛筆ですねそれを札幌本校に来た方にもぜひプレゼントしようということを考えております。ですので、えー、札幌近郊でですね、えー、2017年行政書士試験の合格を目指して、えー、頑張って勉強されている方 10月29日、えー、札幌本校の方にぜひいらっしゃってくださいズバリストライク講座法令編10時から12時半でお待ちしています。ぜひ教室でお会いしましまょう